怒りは新しいものを生み出す創造のエネルギー。怒れ怒れ、ハートを震わせて、今をエキサイティングに生きろ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴーたかぴー、よっぴーかたかぴーの、チャララン、ラン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 、チャラ悟りマスター、こんなのやけども、悟りを広げて、宇宙の真理を得た男でございますよ、ウォー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 、あんいちゃままみやー、ということで、チャラいのに真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日もヒューイゴーということで、ワクワクするチャンネルが今日も始まっちゃったよ、つってね、ちょっと興奮しちゃってんじゃねえの、そこのマドモアゼル、つってね、お下品な方ね、つってね、何このキャラクターで、よくわかんないけどもね、あ、これプリント、これね、このグラさんプリントね、これラブレスの T シャツかっこよかったな、この頃最近のラブレスクソダサくなっちゃった、オージーザースってね、イカレイカレってね、ラブレスもっとかっこよく元に戻ってくれ、イカレイカレってね、まあまあまあちょっとね、横に置きますけど、またなんか雑な感じのね、エキサイティングな興奮しまくったままのヨッピーが飛び出しちゃったから、ですね、今日のテーマはまあ怒りなんですよね。あの、怒りってめっちゃ大事な感情、言い方変えたんだったら、なんでなんで言い方を変えるんだったら、超大切なエネルギーだよっていうことを、また噛み砕いてね、お伝えしていこうかなって思います。ね。で、この動画を見ますと、怒りね、どっかでやっぱり怒りって良くないものだっつってね、やだやだって意味嫌って抑え込もうとかね、怒りが過ぎ去るのを待つために、ナムーまんま見るまんま見るってしてたよっていう人は、もう目から鱗落ちまくって、もう何なももうそのまま見れちゃうまんまやっぱり。ね、で、なんだ私、怒りって愛だったよんっすね、あーん、いっちゃーんってなりますんでね、最後までよ、チェキラッチョ、べーということで始まりましたよ、今日もね。あのね、怒りっていうのは、まあ、これ漢字が面白いんですけど、女の股の心と書いて怒りと書くでしょ、読むでしょ、ね。女の股の心って何ぞやって話なの、ね。嫌なエッチな話が出てきちゃうのかしらみたいなね。そういうんじゃないんですよ。女の股の心、要するに女の股ってどんな場所ですかって言ったらね、そういうエロいこと考えるってことじゃなくて、女の股から、生命が生み出されるんですよ。新しい命が。ね。だから、女の股の心、要するに怒りっていうのは、新しいものを生み出す、ね、創造の気持ち、感情なんだよ。エネルギーなんだよって意味なの。ね。だから、怒りがね、出てきて抑えている人っていうのは、怒りをどっかで否定している人っていうのは、新しい今を生きることを否定してるよっつってね、新しいものを生み出していく力を自分で抑え込んですげえ苦しいプレイしてるよっつって、そうなるとどんな生き方になるかっつったら、過去ばっかりこうやって、過去ばっかりこうやって見て、あんな過去ばっかりだったっつってね、その過去と同じような未来が来るって思い込んじゃってるから、未来見てふわ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 ってなってるよね。だから怒っちまえよって話、今日はね、お怒りしなせえってこと、怒れ怒れつってね、ハートを震わせるほど怒ってごらんよつって、腹をプンプクリに立ててごらんよつって、それが新しい今、新しいものを生み出してく創造のエネルギーなんだからだよつってね。で、さらには女の股の下に力を書いて、努力の務めるどっていう字になりますよつってね。怒って怒ってちゃんと怒りまくって、それをまんままんま受け入れて抱きしめて、うん、まあワンネスラブピトツってね、怒り大好きラブってなったね、感じになってくると、もうふつふつとメラメラと他人に対してとか自分に対して、そうやってなんかね、外側に何かに対象物に対する怒りじゃなくて、もう今この瞬間を生きる、なんかこうやり場のない行き場のない、もう本当にふつふつとした情熱的な怒りっていうのが日々日々味わえるようになってってね、それが積み重なって、そのね、ふつふつとした情熱に従って日々日々、私はこう感じるんだ、俺はこう感じてたんだっていうところを表現する、日々日々、ね、毎日継続する、努力していくってことね、女の股の力を継続していくと、新しいものが生み出されて実現していくよって、要するにお前の魂からの願いが叶うんだよ。
唾がいっぱい出ちゃって、よーが言えなかったの、これ。ね、面白いから編集してカットしないからね。ね、想像できるんだよ、願いが叶っていくんだよ、魂の願いは叶うよって、そのために必要なのが、怒りだよってことを、今日はまたお前さんにね、やっぱり愛しちゃってるから、お前のこと心から。ね、だから、これは言わずにはいられないんだっつってね、また噛み砕いて伝えたわけ。バイヤーでしょ、ね。今年の夏は暑い夏がやってくるぜ、やばいぜ。魂がたぎるような夏を迎えるためにも、ゴールデンウィークももう終わったわけだし、これから梅雨に入ったらまた雨でいらないものを浄化して、梅雨が明けたら真夏がやってくるから、つってね。真夏の果実は、つってね。四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って忘れられない半層を声にならないつってもう声にならない怒って怒って怒ってつってね怒って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 ねそうやって怒りの情熱をどんどんたぎらせていくと自分を生きる恐怖なんて、にそれ打ち勝ってね、やったれっていう感じになっちゃいますから。OK? OK? ね、まあ、今日の話をまとめると、怒りっていうのは、どんなエネルギーなのかっていうのを解説させていただきましたね。どんなエネルギーなのかと言いましたら、女の股の心でございますからね。創造のエネルギーなんでございますよ。OK? ね、そこをたぎらせていけば、ね、びっくりしたなんか落ちた。ね、お前さん、新しいものを創造できる、創造主神として生きられるよということで最後ご紹介しましょうか。お前、グッズチャンネル登録&稲葉さんよろしくお願いしまーす。今日も可愛い子、グズ。はい。縁側で日向ぼっこしてる、3匹のニャーたちでございますね。白いのがチョビ、隣の、おでむちゃんが姫子。真ん中のちいちゃんがよもぎです。よもが真ん中に入ってたね。ひなたぼっこちきだね、みんなね。気持ちいいんだよね。モンチングしちゃったのかな？大丈夫かな？急にやり合うんですね、この子たち。よくわかんないですね。あ、やりだした、やりだした。なんだなんだ？よくわかんないですね。言えるのはよもぎの方が強いってことですね。関係なくマイペースでネバーエンディングストーリーのファルコンのようなね、お友達で寝ているチョビでございます。仲良くしてね、ね、ね。以上でございます。